開始。相手の得意戦法がさ、筋違い角らしいんですよ。相手が筋違い角得意にしてるときに5手になったら嫌ですよね。でも先手だったんでよかったんですけど、5手になったときさ、相手がさ7六歩ついたときに3四歩ってやりづらいですもんね。あ、これさ、まさか振り飛車封じなの。次はこうしよう。めんどくさいから。つく。これはつく。まあ、銀上がるか。なんか行って損し、なんか矢倉に組むのが好きなんですが、振り飛車、相振りで矢倉に組みたい人なんですけど、なんかこれ、損してますよね、その形だとね。これ一回3七歩か、何これ、わからない。美濃囲い。美濃囲い。ああ、もうそういう手があるのか。ああ、そっか、もう食らっちゃってるんだ、これ。まずいな、これ。2分30秒。わからないときは取る。わからないときは取るよ。これさ、電学雑誌はあるけど、電学雑誌。これ電学雑誌さ、なんかあんまりこれなんかイメージが良くないんだよな。これ同飛車でさ、端をとにかく集中砲火してくること目に見えてますからね。どうしようかな。電学雑誌っていうさ、将棋ウォーズのあれなかなか出にくいですよね。そう、これが来るんですよね、まずね。っていうか、とりあえず飛車をいじめておいて、ここに1四飛車って回る手を防ぎつつ、まあ、一回受けときます。で、跳ねられないんですよね、これね、桂馬がね。まあ、一応、駒得が生きる展開にしたいなというか、何これ、意味が分かんない。意味が分からないんで、どうしようか。まあ、もう一発、ロケットしようってこと？ああ、そういうことか！でも、催促だな。ああ、でも、催促してもしょうがないのか。あ、今の2六歩が悪手だったかもしれないな。わからん。とりあえず、ここついて。ああ、まずい、これ。まずい、駒損が回復されちゃうよ、これ。あ、こっちか。これ飛車どうして、あ、まあいいや、これなんとなく、あ、でもあんまり手じゃないから、こんなの相手の守り駒剥がしてる感じでもないですよね、これね。どうしよう、もう分からんけど、なんかこれもいい手じゃないな。あれ、なんでこれ駒得してないじゃん、これ駒得になってないやん。何これ、取ると強者なんだか。飛車を取って走れば攻めにはなるが、攻めにしかならないな。いや、そっか、飛車は、いや、分からん。あー、まずい。とりあえず乗っとくか。飛車回ってきそうだな。これならなんとか。え、何これ、分からん。ああ、ほら。やばい、時間ないじゃん。時間負けしそうだよ、これ。また嫌な感じだな、これ。まあ、飛車がこの辺にいてくれれば、飛車走って一応攻めになるかな。何これ、よくわからない。この辺に行っちゃおう。ああ、そうか。なるほどね。もうそうやって、まあでも強者手放してくれたんで、よくわからない、これは。ちょっと意味がよくわからないんですけど、いや、取ったっていうかね、強者がないよ。あ、そういうことか。ちょっと引いときましょう。いや、しかし、受け切って勝つっていうのはできないんですよね、将棋ボードでね。何これ、わからん。これ絶対こっちの方が形勢的にはいいんですが、形勢的にはね、問題ないんですけど、受け切りコースなんですよ。普通の将棋ならもう受け切って勝ちなんですけど、ボードなんでね、王手ラッシュが来そうだな、どっかで。まあ相手は考えてきてくれてるんで、まあ、相手の手段を消していくしかないですね。これ取っちゃう。30秒。ああ、もう分からん。
でも相手もこれ、ね、刺す手が難しいんじゃない？何これ。刺す手が難しいと思うけどな、これ。さあ、時間が。時間。よし、取る。相手の手は、ここだ。いやー、しかしどうやって攻めが難しいな、これ。まあ、6四歩からいくか。いや、分からん。いや、なんか変な手かな。20秒。こうしよう。あー、ね、ちょっと変だな、これは。これ金上がるんだ、どうせ。さあ、時間が。よし、OK。時間が少し。バーン。バーン。あ、これどうだろう。え？さあ、時間ですね、あとは。ああ、何なんだよ、もう。めんどくさい、これやられ。あ、くそ。10秒。ああ、もう。まずい。さあ、受けて、金だ、もう。金だ。よし。よし。おりゃ。おりゃ。ああ、大丈夫か。あ、な、ん？時間切れ。おし。危ねえ。もうあと1本のところでさ、相手のさ、時間切らし戦術にさ、まんまとさ、してやられちゃうところでしたよね。ウォーズってこういう風になるんですよね。でもね、これね、相手がね、ちょっとウォーズにちょっと慣れてなかったと思うんですよね。もっとね、ウォーズ慣れてる人だったら、負けてましたよ、これ。だって、将棋的には圧倒的に優勢だけど、将棋を、ウォーズ3分切れ負け的には、不利でしたからね。相手がさ、もう無意味な手でもバシバシ刺してきて、時間切らずに来たら、これ負けてましたからね、これね。相手がちょっと考えてくれた、終盤考えてくれたんで助かりましたね、これね。まあ、そんな感じでした。ありがとうございました。